皆さんこんにちは、竹林です。今日も YouTube 動画ご覧くださりありがとうございます。さて、今までずっといろんな歌謡曲の歌詞の中にあります心理学的な考察見てきました。ただ私最後までどうしてもわからなかったのが井上陽水の歌なんです。東へ西へという歌の歌詞、昼寝をすると夜中に眠れないのはどういうわけだという歌詞があります。これいろいろと考えてみたんですけども、やっぱり当たり前ですねという考えしか及ばなかったんです。夢の中へという歌の中で、探すのをやめた時見つかるのもよくある話でというフレーズがあります。私今までそういう経験がないのでなかなか共感できなかったんです。井上陽水の歌詞はなんか私の一歩上を行くので、これの分析はできませんでした。誰か井上陽水の歌詞につきまして分析できる方いらっしゃいましたら、コメント書いていただけると嬉しいです。今日の話はここまでにいたします。最後まで聞いてくださりありがとうございました。